はい、皆さんこんにちは。ミナです。タカです。エイキブロードです。ちょっと前にレナに10回クイズを出したんですけど、私が買ったやつでことごとくレナに圧勝されたんで、ちょっとね、別の企画でレナの日本語能力を試す1個持ってきました。それが早口言葉です。ああ、はいはいはい、早口言葉、レナがどれだけ日本語で早口言葉を言えるかチェックしていきたいと思います。なんかのパジャマね。そう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 、なんかのパジャマというわけでね、早速何個かね、ピックアップしてきたんで、簡単なやつから俺が問題を出してあげるから、それを早口で3回でしょうか、3回ぐらい連続で言って、言えたら OK、 言えなければ皆さんに謝るもうとりあえず皆さんに謝りたいと思いますはい、じゃあ早速言いますか。レベル1、まずはじめに青パジャマ、あれ間違えたまず最初に私の勝ちまず最初にもう言えない、やばい。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ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 。もうちょっと早く言わなきゃダメ。青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ。誰スタートしてたっけ。青パジャマ、赤パジャマ、違う。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ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 。おお。まあまあ。怪しいところあるけど。ちょっと言って。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。めっちゃ上手。全然違う。日本人と外国人の差ですね。そうです。次、早めに言わなきゃいけないよ。知ってるよ、早口言葉だね。炙りカルビ、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 使いましたアルビカルビ、炙り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 カルビ。頭おかしいみたい全然言えるね。まあレベル1だからね。言って。炙りカルビ、じゃあ3回連続。炙りカルビはペロペロ。よかった、私の勝ち、イエーイ次、はい、僕、ボブ。僕、ボブ。僕、ボブ。ああ。を3回、これもうめっちゃ早く言わなきゃいけない。OK。僕、ボブ、僕、ボブ、僕、ボブ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 、僕、ボブ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 、ボブ、もっと早く。僕、ボブ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 、そういうことね。何やった。僕、ボブ、これめっちゃむずいと思う。超早く言うと全然むずい。僕、ボブ、ボブ、ボブ。だよね、あんまになってるみたい。タカもできないっていうことだね。そういうこと。日本人のは別に俺滑舌いいわけじゃないし。はい、次、レベル2。これは全部レベル1だったらもう諦める。まず1個目、はい、キャリーパムパム。私はね、大学生の時にキャリーパミュパミュめっちゃ流行ってて、なんかテレビでもやってた。キャリーパミュパミュが自分の名前をなんか20回連続間違えずに言えるかどうか。で、他の人みんな言えなかったけど、キャリーパミュパミュは問題なく言えた。キャリーパミュパミュ、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 キャリーパミュ。全然言えるよ。すごい。なんで？なんか言い方あるの？うまい。そのなんかリズムが大事らしい。コツがあるってことね。さすが。次、生麦、生米、生卵。ひー。オッケー、いきます。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生た…ごめん…ねん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 。惜しい。くれーてーまった、くれーてーまった、うまいよった。そう、生麦、生米、生卵。おお、3回言って。やだ。今めっちゃ上手に言った。レベルにはやっぱちょっと難しいね。うん、難しい。次、老若男女。老若無理無理無理。意味はあの男の人も女の人も若い人も年寄りの人もっていう。老若男女。老若。ゆっくりって言うよ、ゆっくり。老若男女。老若男女。そう。老若男女。老。老。老若男女。老若。老若。老若。老。老老じゃなくて老。老若男女。
そう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 。老若男女ね、言えない無理だね一回もこれ早口言葉とかじゃなくて日本語が難しいね。老若男女諦めです。諦め。次まだレベル2だよ。レベル2ラスト。隣の客はよく柿食う客だ。意味は分かる。隣の客はよく柿食う客。そうそうそう。どうぞ。はい。隣の客はよく柿食う客だ。お、言うよ。そう。そう書いて。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客がよく柿食う客だ。隣の客がよく柿食う客だ。あー、まあギリギリかな。ギリギリ OK かな。意外と言えるもんだね。はい、ラストレベル3。そう、だんだん難しくなってきました。東京特許許却許却何日本人。東京許許東京特許許可局東京特許許可局東京特急特急じゃない電車ですか東京特急わかりません。東京特許許可局東京特許許可局、うん、東京特許許可局めっちゃゆっくりだけどねしかも東京特許許却局ってなんかもう分けてるから1個の言葉じゃないじゃん。そういうこと。難しいね。覚えません。覚えられない。次は簡単、はい、言葉自体は簡単。右目右耳右耳右目右目右耳右耳右耳右目。これが1個で、これを3回右目右耳右耳右目ってこと。そう、当てる当てる。右目右耳右耳右目右耳耳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 右目右耳右耳右目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 無理です。じゃあラストレベル3のラスト、はい、マサチューセッツマサチューセッツ、はい、マサチューセッツ、はい、3回マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ外人じゃんえ、アメリカの街でしょ。そうそうそう。だから日本語だとマサチューセッツだよ。マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ。そうそうそう。英語言うとマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ言えるね、意外と全然言えるね。はい。ちなみになんか日本の早口言葉全部なんか短い。ああ短いね。なんか英語とかドイツ語の早口言葉は文章がなんか長い。だから覚えなきゃいけないしつつ言いにくい。ああそれむずくね。で覚えなきゃいけないでしょ。うん、もうそれがハードル高いじゃん。うんね、でも日本語だと超シンプルだけどこの口がムルムルってなる。ムルムルムル。あれは老若男女。老若男女。あ、言えたじゃん。老若男女。老若男女。あ、全然言えるよ。老若男女。言えた。はい、というわけでレベル1からレベル3まで10問ぐらいかな。早口言葉レナに出したけど半分以上言えましたね。じゃあ私は勝ったっていうことだね。勝った負けたの違う、違う。また勝ちました。また勝ち負けじゃないまたタカに勝ちましたね。勝ちましたので老若男女そうだね、勝ちましたので、タカは今から皿洗いお願いします。そういう約束してないよ大丈夫、言って。老若男女老若男女。あの動画終わらないの終わらせて勝手にタカが皿洗いするみたいですので、この動画が面白かったなら高評価お願いします。まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録よろしくお願いします。で、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。